ロキの捕獲とは、北欧神話の一相話である。コエッタの一編、ロキの抗論の最終三文部で触れられているほか、スノーリノエッタ第一部、ギュルビタブラカシ第五十章で、その詳細が語られている。ロキの抗論で神々を侮辱、中傷したロキを、神々が捕獲に向かう。この話でロキは捕獲され、ラグナロクまでの期間、囚われのみとなる。ロキの抗論の後、 ロキは、バルドル殺害の黒幕であったこと、また神々を侮辱したことに対する、神々の報復を恐れ身を隠す。しかし、玉座、フリズスキャールブに座すオーディンの目を逃れることはできず、トールらがロキを捕獲に向かう。ロキは酒に身を変え、フラーラングの渓流に身を隠すが、自らが考案した漁網により捕らえられる。この時、逃れようとするロキをトールがしっかりと掴んだため、 この後酒の尻尾は細くなったのだという伝説が生まれた。その後ロキは神々に捕まり、息子なりの蝶で縛り付けられる。もう一人の息子のナルビは狼に変えられた。スカジーは毒蛇をロキの顔の上に固定し、毒液が彼の顔に垂れるようにした。彼の妻シギュンは器で毒液を受けているが、それを捨てに彼の元を離れるとき、毒液は彼の顔にかかり、 彼は身もだえし地を揺るがす。この振動が地震と呼ばれている。物語はこの後ラグナロクへと向かうことになる。ありがとうございます。